さあ始まりました e バトルオフシーズン2。今回の戦いは第8試合インゲン選手 VS ヤーレンズ奈良原選手の戦いです。なんだと。さあ今回奈良原選手は初戦ということで、初戦ですね。どうですかというのは体調ですか？体調も含めての体調はもう絶好調でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。準備の方はどうですか？はい、インゲンさんと、ね、戦えるなんて、はい、その嬉しいです。生配信もちょくちょく見てます。私ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ現在のチーム成績を振り返ってまいりましょう。こちらです、うん、さあ今回第8戦目なんですが、現在7連勝中。このまま勢いに乗りたいですか？もうここまで来たらね、10連勝して帰りたいなっていうのがね、正直なとこですから。番組と視聴者の皆さんを泣かせるかもしれない。いやもうね、綺麗にもう終わっちゃっていいんじゃないですか。ね、まあ、逆に清々しいですよね、これだけ負けてると。も何も背負うものがないので。いやいやいや。さあそして今回の対戦に勝利するとこちら、一本満足バーシリアルチョコを獲得できます。ぜひ皆さん一本獲得目指して頑張ってください。さあそれでは対戦者お二人の準備が整ったようです。 e バトルオフシーズン2第8試合スタートです。あーこっから時間だ。わーうわーなんだ、マジか。何何ちょっと待って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 、なんでこれ、え、なんだこれ。やばい、分からん。知らんポケモンいる。芽吹き実家いるけど、コータスがいないから揚力層の晴れではないと考えると天命の恵みで、うん、アデンジ派続き。これカルマザー発動させれるのかな。オボンとか、え、そう。フライドか。フライドなんだろう。ね、ぽくない構図だから。バトンっぽくないね。でもサーフ号いるからなんか、まあまあそう、ね、バトンしてきてもおかしくないみたいな。壁がいないんだよね。自分でなんかお盆瞑想とか、お盆だけ持って無理やりつなぐみたいなことできなくはないけど、瞑想力を吸い取るみたいな。そうそうそう、確かに確かに。マジでこんなすぎる。これはでも海流サーフ子はいるんだよな。相変わらず芽吹き時がちょっとパーボットもめんどくさいからトリトロン出すのみたいな。確かに。え、待って、パーボットめっちゃ重いよね。確かにめっちゃ重い。パーボットもめっちゃ重い。あ、海流的に、まあ、それは確かに、うん、確かにな。ちょっとお墓が通りづらいのがね。いけるか、うん。結構構築不利かもね。いやちょっと分かんないな、これ。これは頑張れ。ちゃんと相手も情報ワードを生かしていきたい、ね、うん、これは振りそうだな。うわ来た、芽吹き時間来た。まあまあでもこれはまあそんな不利じゃない、まあ、S は負けてるから、うん、そこはきついけど、インパークジで倒すのいい。いやまあまあそれでもいい。まあまあ確かにそれは、まあ、しょうがない、しょうがない、うん。多分くる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 回るやつが飛んでくるんじゃないの、これ。くるくる回るやつ。くるくる回るやつ。違う。あ、いやちょっとまだ回る。なるほど。無理かな。一エネに、なんだこの変なニクネームは。ポケモンか。あーあー、電磁波。さあ、歩かないと。230電の。あ、そうそう。マリルリ一エネ230。強。テラスタルポケモンがいるとね。そんな時代か。そう、そういう強いマリルリが出たのよ。宿りに言っちゃダメですよ。これもう続き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 。やばい。ダメダメダメ。装飾っていうのはこれやっちゃうと回復しちゃうってこと？そうだね。あの草技が効かないっていう特性があって、うん、まあ力持ちか装飾か2種類いるんですけど、うん、出し方的にちょっと。装飾そうか。あ、でも悩んでるってことは奈良原さんも今、うん、どっちだっていう。まあ要は水統一だから草きつくて、うん、入れてる可能性はあるよね。が高い。おお、好き。オーケーオーケーオーケー、ゴー。ただこれな、あーそれ、あーなるほど。オーケーオーケー、よしよしよし、よく動いた、よく動いた。これでも偉い、こいつで倒せればフォアライドを着地にね、滅び合わせれるから。あ、そうだね、熱い。あ、でもなんか強いもん持ってる、うん、あ、食べ残し。うわー、まあまあでも5つ目と渦潮のバインド込み込みで、うん、ダメージレースは勝ってるから、うん、勝てないです。いやー、それは効かないな。一回ビビビ来い。暴れる君の言い方、ビビビビビビが来い。ビビビが来たらでかい。おお、はい、熱い。さて、あー、なるほど。さてさてさて、しまった。これはいいですよ。これはしまったぞ。装飾なかなか見ないから、これを見せてませんでしたね。後ろ見てね、装飾だって判断できればいいけど、まあ、なかなかね、あんまりランクまで見る方でもないからね。このマリルリはまずいない。水統一ならでは。これ裏フライドだったら相当熱い気がするけど、相当熱い、痺れまくんなきゃ。もうこれしかないか。じゃ あそうですね。ね、これはどりゃ。ああ、まあ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 、こっちか。
なるほど、まあ天の恵みってね、さすがにかいくぐるのは難しい。まあでもこれでしかないもんな。なるほどね。次で倒せそうではある。そうだね、まあ殴っ続きしてくるんだったら、まあでもこれしかないもんな正直。はい、ああ仕方ない、マリオリよく頑張ったね。えこれはしょうがない。ああひるんで技が出されてます。不安ないとか来るのか。まあでもこれしかないか、とりあえずね。うわー、ちょっとこいつきつくね。テラスとか何か形次第では結構まずいこと起きそうな。ウェーニバル助け残ってるから、あ、もうよかった、まだ耐えてる。ちなみに痛いとテラスなんだっけ、水うわゴースト、わかんない、どっちなんだっけ、どっちだっけ。水がゴーストだよね多分。あれ水テラス入ってないんだっけ。あ、入ってた、フェアリーテラス。あ、そう、あ、そうだそうだ、フェアリーテラだ、そうだ。じゃあだから、まあ、じゃあじゃないけど、まあ、じゃあでもないけど、ウェブタの壁下がるもんね。そうね、じゃあではないけど、さあさあ、まあ、こっちだ、どうにかどうけたどっちなんですよ。あ、そうだ、いや、またまひろみしてる。まあまあまあ削れるから、動こっちが熱い、動閉めろ、ね、よし、まあ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 、まだ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 、あ、えらい、これで倒されて、え、でもあ、パーモットもフェアテラだから対面は勝てるから、2台頭がこの道下山を、まあ、サクッと倒せれば、まあまあいけそうな気もするけど、爪効いてるな、いやもう、もう偉すぎる、何パーセント削ってるの、ね、与えてる、本体がこれ1匹分ぐらいの HP 削ってる、こいつね、結局こいつね、こいつきついんじゃないのと。削った後に出てくるウェーニバルが強いという。アクステアクジは落ちなさそうだから、インパ素直に打った方がいいのかな。まあそうね、これフィアテラとか打たれると相当まずい、ちょっとね、やばいかもね、フィアテラ。まあ開始で倒されることはテラスから切られない限りまあないだろうから、アカステップアカステップとかでもまあまあ、ああまあ確かにそうか、いいのかなと思うけど、まあでもインパでも全然いいと思う、インファでも全然強そう、むしろこっちが正解の可能性も多いんである、あーうまいけど誰に、カイリュー来んの、笑いとくん、誰笑いとくんの、これあーカイリュー、これはどうだ、ちょっとあーたろか、あーいやクルクルしてればな、急所でかい、そうよね、でも急所でこのダメージ硬くね、エッジフリーぐらい、なんかそんな雰囲気を感じるけど、本来は麻痺した相手に対して、あの、しびれて動けないが出るまで身代わりを繰り返して、なるほど、動けなったら跳ね休めして全開して、そこから竜の舞を積みましょうみたいな、なるほどね、いやこれこれこれ、え、これどっちだと分かんない分かんない、もう持ってなら回る、あいけ、これどうかすノーマル切れる、うわーやばい、と大丈夫かこれ、とりあえず当ててほしい、削ることは大事だから、大事大事大事、なんだノーマル、あー、あーそれなら、それなら、あー当てれば、あーとどうだ、おいだ、いや頼む、頑張れ、踊るべ、オッケー頑張れ、倒せばしない、外れろ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 、よし、あーよし、外れた、急所そうだよ、しかも急所絶対耐えた、絶対耐えた、しかも急所かこれは運が良すぎる、神速あったら、あだから神速あって倒されて、神速があったら対面負けたけど、イダイトで上からレベタお墓悪事のタク、いやスカーフだな、あそう、はい、あしゃあない、これはしゃあない、これはヒヤヒヤするな、いやこれは、いやテラス、あー残念、危なかった、ありがとうございました、ありがとうございました、ナイストリプルアクセル、いやこれが当てれば最強、危なかったマジで、急所に当てたらもっと最強さあ第8試合勝利したのはインゲン選手となりました、おめでとうございます、ナイス、
ではお話を聞いていきましょう。インゲン選手いかがでしたか？いやーもうすべてが結構ギリギリだったというか、海龍がテラスタルを切った瞬間にちょっと走馬灯が見えるくらいでしたねいやー本当にもうすごくその並び自体が結構僕に刺さってて、はい、いやもうなんなら僕練習の時に一回フアライドにすごく負けてたので、いやフアライドだったらどうしようとか思いながらやってましたが、運に恵まれてなんとか勝ち切ることができました。嬉しいです。ありがとうございます。さあそして惜しくも敗れてしまった奈良原選手、3体しか出せないというルール上4体出したら勝ったんですけど困ります。それはこれがやっぱいかんせん難しかったですね、ちょっとただもう最後トリプルアクセルちゃんと3つ当てたのが、はい、ね、自覚の塊でした ね、 さすがなんか覚えたての言葉みたいな自覚の塊でしたね本当にさあ熱いバトルの末勝利したのはインゲン選手となりました。一本満足バーシリアルチョコ食べていただきたいと思います。それでは食レポお願いします。はい、いただきます。もう今までいろんな一本満足バー前回続けていただいてきたんですけど、うん、一番食感がこうザクッとしてて、もう食べた時の気持ちよさ、これが一番ですね。すごく食べててめちゃくちゃ甘みも強いんで、強い甘みとこの食感でかなりもうなんかこうどんどんはい次はい次っていっちゃいそうになるくらいすごく食べやすくて、やっぱりなんか王道だけはあるなって感じました。もう誰にでも勧めてきます、うん、ありがとうございます。チャレンジャーチームの控室が ねちょっとうなだれてますけれども、ね、トリプルアクセル食らった時にちょうど椅子が壊れまして、うん、あれうわーあ、急所だ。いや今残ってたねだろ。トリプルアクセルが俺にもなった。トリプルアクセルが俺にもなった。4回目のキックが最大力のバトルキックになってました。最大力のやつがびっくりしました。さあそして現在の対戦成績はこのような形となっています。なんと8戦8勝バトンを打ち強すぎる。よっしゃ強すぎる。さあそれではここでピリカ選手にお話を聞いていきましょう。どうでしたか8戦目の戦い。いやー構築がめちゃくちゃ強そうでいいなって思って、いやちゃんと奈良原さんがやっぱドドゲさんを残しておいたりとかめちゃくちゃプレイングがうまいなって思ったんですけど、ちょっとごつめ装飾マリルリめちゃくちゃ刺さりましたね。完璧でした。ウェイニバルもトリプルアクセル全部当ててさらに急所ということで、インゲンさんめっちゃ運もあって最高でした。やりたいこと全部やれましたね。うん、そうですね。ありがとうございます。さあそして惜しくも負けてしまったチャレンジャーチーム、どうしますか監督。もうやばいですよ監督。どうします。まず今温泉さんの椅子と俺の椅子を交換するっていうのはどうでしょうか交換しましょうまず、はい、あと2戦ですね。あと2戦で再三再三っていうか、いつでも行けます。なんならもう一回このマッチングでもいいです。俺もそれがいいと思います。はいはいはい、すみません、決まりました。決まりました。おはい、ひわなさん対いろはさんでお願いします。マジか。勝算ありということですか。大丈夫ですかね。いきましょうかね。さあそれでは次回の戦いも絶対に熱い戦いになります。ここから巻き返していただきましょう。はい、もちろんですよ。次回の動画もお楽しみに。